国連が定める手話言語の国際デーを知ってもらおうと、昨夜岡山市中心部でシンボルカラーの青い光で照らすライトアップが行われました。岡山駅前の桃太郎像が見つめる先に輝くのは、ビル壁面を活用した青いライトアップ。これは手話が言語であることへの理解や普及を目指し、青い光で啓発しようと世界各地で行われたイベントです。岡山市中心部では手話放送をおよそ30年継続する OHK の呼びかけでライトアップが行われたほか、県内の聴覚障害者や手話通訳者らと青いマスクなどを配り、手話言語への理解を訴えました。また手話言語に関する条例を制定した岡山市と連携し、市役所の駐車場ではドローンによるライトアップを行うなど、さまざまな場所の青い光で手話言語の国際デーを啓発しました。